前回のカズモリ、てっちゃんが出て行ってしまった今、そう、新しい住人を迎えることにした。そこで今回やったのが住民ガチャ。みんなこれやってるよな。10連とか100連とかさ、やってみると、うわ、これしんど、無理、かわいい、なんだかんだ3つ目の島で決めてしまったカズモリさん。さて本日はあの場所を完成です。はい、どうもこんばんは、カズモリでございます。というわけで、もうトタケッケさんいるわ、トタケッケ、トタのケッケいるわ、ケッケ。一人でな、まだ売れないミュージシャンなんかもしれんけど、え、売れてるか、あいつは。あいつは何、頑張ってるんだな。もう来てるんだけど、三つを、いつまで寝てるんだお三つを。もうやばい、6時はやばいぞ、さすが。でもお前の家だけ、なんだこれ、上に石置いてあ、なんかな、お金ないんか。いつか、いつか、俺いろいろあげるからな、この島に来たからには。ちょっとお金ないなりに、やっぱね、貯める努力はしないとっていうことで、はい、埋めまくります、埋めまくります、まだしばらくは。ベント、さあ、というわけで本日はね、ついに階段がね、4つ、なんかこれ上限があるらしいんだけども、階段いくつまでかわからない、知らんけどさ、まあ上限があるのよ。結構マックスに来てるかもしれないね。ここに一つあって、ついにここに一つ、ほんでここに一つ、今現在3つか、3つプラス4つだから、7つ分、はい、もう結構限界に来てる可能性ありますけども、まあいいでしょう。はい、というわけでやってきましたがですね、ででーん、博物館でございますね。今日はここをね、あの綺麗に、していこうかなと思いまして、はい、いろいろ家具などを置いていこうかと思っております。いや、いい感じの派手さが出てくるんじゃないのこれ。まあ、というわけで早速行ってみましょうか。いや、まずどっからデザインしていくとかだよね。いや、マジ悩む、本当に。まあ、とにかくいろいろね、まず任天堂公式のやつからインスパイアも受けて、あー、なるほど、IC。まずは、松明でしょう。これ、火つくん、あ、ついたついた、ヨガフレーム。ヨガフレームできたわ。もういろいろ持ってきたんよ、今回。で、まだね、ちょっと配置というか、こっちの感じもまだ改造が必要かもしれんな、これ。ヨガフレーム。おー、いい。ええやん、これ。とりあえず、島クリエイターモードで、まだまだちょっといじっていくんで、はい。はい、工事始めます。はい、安全第一、本日も。ここもまだね、繋がってなかったんで、ここも、ペタペタと、貼らせていただいて、ここからなんだよな、悩みどころは。あ、とりあえずは綺麗になったね、とりあえずは。松明の置き所と化石の置き所。ではですね、化石もちょっと持ってきました。これね、トリケラトプスがね、2組あってさ、うわっ、え、嘘でしょ、お前。完全に足りんやん、お前。スペースが、ちょっと待って待って。2体あったからさ、うっそでしょ、お前。信じられない。全然スペース足りん。ちょっと待って、体もさ、全部持ってきたんやって。嘘だ、もっとちっちゃくならんの。全然ダメだこいつ、これ尻尾まで置けないんでしょこれ。お前ダメじゃん、どんだけ食うんだお前。待って、これ中途半端すぎんけこれ。え、何置けんのこれ。ブラキオザウルスも持ってきたけど、これもでかいでしょ。こいつ見るね。無理。無理、置くスペースないこれ。もう無理だってこれ。やばい、まだある。足跡の化石と琥珀も持ってきた。琥珀はどんな。うわー、うわ、おにじみ。ここら辺に飾ろっか。うん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 、はい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 、ぽくなったぽくなった。待って、足跡の化石は、あ、今から来ますよみたいな感じでさ、ここら辺でもいいかもしれんけどな。なるほど、まあ、ちょっといろいろやってみますか。どうよどうよどうよ。いや、なんかしゃってちょっとが寂しいよ、ちょっとが。あ、わかった、こんなところにいいものがあるじゃないの。はい、抜きます、はい、抜きます、これですわ。ここに恐竜を置くのがちょっと無理な気がしてきたんで、ちょっとね、なんか南国感みたい なんかこれ敷くことで、あの、置けるって聞いたんよ。だから待って、こうした時にどこが一番見栄えいいのかなこれ。あ、ここか、まあ、みんなどうも左右にね、恐竜置いちゃうよな。ここに恐竜置きたくなっちゃうよな。でも置けるもんがないんやもんな。せめて置いとくか、トリケラぐらい。正面から見るとね、あんまトリケラ感が伝わってこないっていうね。こんなことだったらもう最初からね、なくていいんだよ。
おい、いいんやないのこれ。ここかな。あ、これに決めた。そんで、やばいやばい、楽しくなってきちゃった。もう一個、そう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 、こんぐらいでもいいと思うんだこれ。よが、これ、よが、こんぐらいでも良きかも、良きかもな、良きかも。あー、置くよ、ここに足跡の化石。めっちゃごちゃごちゃしてる、めっちゃごちゃごちゃしてるわ。手前出そっかな、手前に。こうしたらトリケラ置けるんじゃね。ちょっと待って、いけるかもしれない。待って、来たかもしれない、これ来た、来た、無理やり完全体。ちょっと無理やりだけどさ、わあ、いいやん。ちょ、はい、盛りまーす、土持っていきまーす。イエースイエース、できました、できました。で、ちょっとカツカツすぎるので、あまりにも横にちょっと余裕だけ作ってあげよう。はい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 、いや、収まりがいいようで、収まりが。あと、ここもちょっと整地しないといけないんですけど、ちょっとここ整地の必要あるんですよね。参ったな、参ったな、これちょっと削るか。ほら、頑張るか、ちょっとこれ下削り作業、カッコ部分的に頑張るか。ほんなら、はい、ちょっとごめんな、この鐘の鳴る木がすごい、すごいな、すごいことになってる、なんかここら辺ちょっと溜めとこ。で、ここまで来たら削れますよということで、はい、頑張ります。さあ、ここからよ、ここから。あ、このど真ん中にもなんか置かないといけんな。そう、今琥珀とか取り上げたのよね。足跡の化石はやっぱ壁際が一番映える、うん、映えるよな、完全に。はい、整いました、整いました。松明がまだ余ってたから、置かして、置かして。よが、これ、ここの奥に、ここ、ここ、ここに、うん、混んでいいよ、ちょっと待ってな。あー、これで浮かばれる。よーし、混んでいいかのう、混んで。で、皮をちょっとだけ、ちょっとだけ広げさせてもろうてね。オッケーでございます。綺麗になったんではないでしょうか。混んでこうやって登って、おー、いいやん。で、ここに琥珀を飾ろうかな、ここに。おいーす。ええ感じに出来上がりましたやん、今回。いや、花とかはいるんかな。まあでも、無機物的な感じがいいかと思うから、一旦こんな感じでね。あ、ここも、待て、この3つの小さな皮ね、これもちゃんとやっとかないと。はい、というわけで完成でございますね。あ、さあ、真ん中置くもんだけちょっと、そうそうそう、真ん中、真ん中、なんか持ってたっけ。やべえ、なんもねえ。あ、てっちゃんにあげようと思った、あげずに終わっちゃったな、これ。これあげよう。はい、というわけで完成でございますね。いやー、素敵な空間ができて、やっぱね、ポイントはもうこの階段ですよ、階段。もう贅沢に使ってやりました。だいぶイメージがね、豪華になったんじゃないでしょうか。いやー、みんなこれ、あの、階段の個数制限あるから、いや、マジ気をつけてください。やばい、こっからのフィッシュタイムね。もう本日もお金ね、稼がせていただきますんで。もう収録外でもサメをゲットはしたんだけど、ダメだな。やっぱ川魚が熱いかな、川魚が。ちょっとドラード的なもんもね、あの、ゲットしていこうかと思います。では行きましょう、フィッシュタイムスタート。フィッシュ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 。いや、でもなんか微妙、なんかドキドキするようなね、大きな魚が全然見当たらないというか。な、最後の運試し大会だけして終わる。運試し大会、これほんと大きい魚全然わかんな。サメでもいいからね、ちょっとドキドキをね、俺たちに与えてほしいけど、与えてくれないか今日も。みんな、これでかくね。あー、シーラカンス来たか。スズキ、あ、スズキじゃねえ、タイ。これはおめでたいわ。な、ちょっと行きますね。本日の運試し大会です、これ。家具が1,2,3,4,5,6,7、 これ7つあるんですけども、家具は2つ出てきます。はい、当てます、家具、家具当てますよ、家具を。はい、これです。お、家具出てきた。やべ、これ2連続チャレンジいきます。家具2連続、あ、ここです。あぶー、よいしょ。いや、これ5日2連続かましたいな。ちょっと頑張るわ。
はい、まあというわけで本日はこんな感じで終わらせていただきます。もういいね、写真スポットできましたので、この村遊びに来るときぜひね写真撮ってください。ここが多分一番いいんじゃねえかなー。あー、そんな気はするよね。一旦写真撮っとこうか。えい、まあというわけで本日はこんなところで、終わりたいなと思います。まあ皆さんもっていうか、ようやくね、カズモリもう 2ヶ月ぐらい遅れてクリエイターモードに目覚めるっていうね、だいぶ遅いスタートだったんですけど、まあぼちぼちと皆さんよろしくお願いします。というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバイ。